キリンウは、弁慶草花に属する多年草である。和名は、コーリングサと表記されることもある。茎は太く高さ5から30センチメートル。葉は、肉厚で、長さ2から7センチメートルの東蘭形、または長蛇円型で誤生する。葉の縁は、中央から先端にかけて、巨子形状となる。茎の先端が平らな集酸果樹となり、万年草に似た。 多数の黄色い花をつける。花弁は5枚で、花期は5から8月。シノニムの種小名コンチャルタカムはカムチャツカを意味する。別名はキジンソウ、キジグサともいい。和名は傷リの草を意味し、これが添加してキリンソウとなったとする説がある。また、中国の古書に登場する伝説上の動物キリンに由来するという説もある。シベリア東部、中国、 朝鮮半島と日本の北海道、本州、四国、九州の産地の日当たりの良い岩場などに分布する。伊吹きさんの上野登山道の岩場に群落がある。田中澄江が、新、花の百名山の著書で、弓張り産地を代表する花の一つとして紹介している。日本では、以下の都道府県で、以下のレッドリストの指定を受けている。絶滅危惧愛美類、竹島キリンソウは、 弁慶層科に属する多年層で、日本と韓国の間の離島、アロングドゥが原産とされる。特徴、キリン層類は、歯型が、東乱形、または長大型で、短い東寺目で越冬するが、竹島キリン層は腰等がの状態が未展開目で、越冬し、茎が木質を呈する点が特徴とされるが、形状や、正常の変異が多く複数の系統が存在すると考えられる。 自生種であるため、大半の個体が6月に黄色の花をつける。竹島麒麟草は、東京大学教授で、植物分類学者の中井竹野心により、1917年に、韓国の移領島において採集され、命名された植物の種の名称であり、特定の品種を示すものではない。DNA の国際データベースに登録されているが、国際 DNA データベースは、 基本的に延期配列データのレポジトリーである。この延期配列のみでの品種判別は不可である。1980年代に欧米で園芸種として流通し、我が国では野草店で販売されている。東京大学総合研究博物館のウェブサイトには、1917年6月にコリア、ダゲレットアイランドで採集されたとされるセダム竹メンセ。 中井の標本の画像が掲載されているが、画像からは園芸種として流通しているものとの同定はできない。上緑キリン層は一年中緑を保つように、環境保全、都市緑化に適した改良品種で、種苗法における登録品種として、上緑キリン層、鳥取藤田1号及び鳥取藤田2号があり、株式会社藤田によって開発、登録が行われた。 鳥取藤田一号及び二号は他のキリン層に比べ花が咲きにくい傾向を示す。現在、国内で常緑キリン層として公式に農林水産省に認められ品種登録されているものは鳥取藤田一号及び二号のみ。種苗法に基づいて登録、保護されている品種のため無断増殖することは禁じられており、違反すると厳しい罰則規定が適用される。 知らないうちに侵害品を取り扱ってしまった場合においても過失がなかったことを立証しない限りその過失責任を問われるが侵害品とは知らずに購入する行為は育成者権の侵害にはならないしかし購入後の利用行為については侵害の対象となる常緑キリン層の購入は正規品取り扱いからの購入のみとなる現在日本における植物の DNA 分析による 品種識別の開発状況は農林水産省本市登録ホームページに掲載されており、キリン層については参考資料 13DNA 品種識別マニュアルキリン層として掲載されており、DNA 分析が可能となっている。鳥取県岩見郡岩見町の株式会社藤田パラダイスパークの常緑キリン層緑の夢袋が2009年に 鳥取県発明工夫店の発明協会会長奨励賞を受賞した。同社は、上緑キリン層普及協会及び、上緑キリン層緑化協会を設立し、緑化の普及活動、緑化技術の研究と緑化工事を行っている。2015年1月25日に、種苗法違反の罪で逮捕された兵庫県の屋上緑化メーカーが、同年2月15日に起訴。 同年7月6日、植物を生産していた農場経営者に対し種苗法違反の罪で、懲役1年2ヶ月、執行猶予3年の有罪判決。種苗法違反罪に問われた屋上緑化メーカーと社長に対し、2018年1月24日、鳥取地方裁判所第7号、種苗法違反において、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年、会社に、 罰金2二百万円が言い渡された。ありがとうございます。